M1 今年なんかやってきたこととかありますか？いや、まあ、毎月単独やってたんですけど、はい、僕らの漫才3本、コント3本やるんですよ。そうなんですね、はい。もう総合でまあ7万本ぐらい作ってるような。お前さ、毎日やってもたまらない。そんなコントも7万本たまるよぐらい作らんかったっけ。いや、作ってない、そこまで作ってないですけど、まあ、毎月単独で、ね、毎月単独でやったりとかは、そうですね、はいはい、偏りなくやってたんで、ちょっといけるとこまで行きたいですね、はい、そうですね、はい、ぜひぜひ。今年の目標は、去年が初めてね、準々決勝行けましたから。行けました、やっぱり結婚、はい、お前だけも。ここな、私生活聞かんのよ。ごめんごめん、いい出会いがあること。いやいや、それ大体優勝した人とか。だからそういうことな、だから決勝行って優勝して結婚しようということね。あ、決勝行く前にパートナーを探したの。お前組取りすぎやから。片手間でやんない。それは組取りすぎやから。いやいや、そういうことね、はい、決勝まで行きたいですね。決勝まで行きたい、はい、マジで、で僕らトリオでまだ出る人いないんで、そうですね、決勝がね、決勝行った人がね、いないんで、ちょっとね、西野、西野四千頭身って言われてますからね、僕ら。嬉しないな、後輩やし。俺らの方がだいぶ上。後輩やで、恥ずかしいかな。西野二頭身ぐらい。二頭身も行ってない。二頭身も、え、うん、こんなん俺、そうそうそう、顔だけでやってんの。顔だけ。危な、顔だけ。受けるやろ、下顔だけ。四千頭身も超えたいですね、だから。そうそうそう、はい、もう負けてますから。はい、じゃ最後に意気込みをお願いします。はい、そうですね、必ずね。ちょっと去年の成績は僕は超えたいと思います。はい、一戦必勝で頑張ります、はい、優勝して結婚します。一人だけちゃうねん。ええー、な、はい。